いろいろな数列とその和についての第3回テキスト丸5ページを開いてください。シグマー記号を用いた計算その3その他ということであります。3行目にシグマー記号の意味に立ち返ってシグマの k イコール1から n までの ak これを考えることがある。こういうふうに書いておりますが実は このシグマー記号を使って表現されたもの。この和を求めることがいつもできるとは限らないんですね。シグマー記号を使って和を求めることができるものは、前のところでお話しした、K についての多項式。まあ、特に多項式といっても次数が高いものについては皆さん公式を勉強してませんから、皆さんができるようになったのは三次式までですね。 K についての三次式。それまでは、たかたか三次式までは、和を求めることができる。K についての一次式の場合には、結局、それは等差数列の和を意味するわけでありますから、等差数列の和を計算する。その時にも、シグマ記号は有効である。ということです。我々は、シグマ記号という言葉を用いたことによって、シグマの K の ああるいはシグマの K の次乗の値シグマの K の3乗の値それを公式化するということを通じて、一般に K の多公式について和を求めることができるということを学んだわけです。その基本原理はテキスト丸ページのところに出ている7行目、8行目の式であるということであります。じゃあ、それ以外の場合はどうするのか。それ以外の場合については結論から言えば、 求められないんですね。それ以外の場合で求められるのは、わずかな例外だけになります。で、そのわずかな例外の一つがあ、シグマの中身があ、K についての指数関数で表される。いわゆる等比数列になる場合であり、また、その等比数列にすぐ帰着できるような場合。で、それについては、後の例題でお話し,します。そして、より後半には、 テキスト、丸五ページの例にあるような特別なものなんですで。特別なもの。これがどういう意味で特別なのかっていうと、SN というのはシグマ K イコール1から N の K×K プラス1分の1連続二整数の積の逆数なんですね。連続二整数の積の和については求めることができるということを 私たちはテキストの丸4ページの問いでありました。連続三整数の積についてもテキスト丸5ページの冒頭の例のようにして和を求めることができるわけです。連続二整数の積の逆数のはこれが求められるんだろうかというと実は連続二整数の積の逆数 これについて5行目の式が成り立ちます。k×k プラス1分の1は k 分の1マイナス k プラス1分の1だ。最初にこの式を見るとびっくりすると思うんですね。私たちが勉強してきているのは右辺を左辺に直すといういわゆる通分の計算になりまして、 左辺を右辺の形にするというのはおそらく皆さんにとって生まれて初めての経験だと思います。やがてこのような計算が重要な役割を果たすということを勉強が進んでいきますとやることもあると思いますけれどもおそらくここで初めての経験だと思いますね。通分の逆。なんで通分の逆をするかというと5行目の式の右辺がいい形をしているということなんですね。5行目の式の両辺に シグマの k イコール1から n っていうのを作用させるということをするわけです。で、そうしたときに、5行目の式の右辺の方にシグマを作用させると、k 分の1と k プラス1分の1の差になっています。それを右の欄外に書いてあるように、k が1のとき、それは1分の1マイナス2分の1、k が2のときは2分の1マイナス3分の1、 k が3のときは3分の1マイナス4分の1点点点点 k が n マイナス1のとき k が n のときこういうのをゆっくり書いてやりましてで、そして消し合うということを考えると2分の1と2分の1ちょうど消し合いますね3分の1と3分の1も消し合う4分の1とその次に出てくる4分の1も消し合うで、最後のマイナス n 分の1と n 分の1も消し合うそういうわけで最初の1と 最後の式に出てくるマイナス N プラス1分の1だけが残るわけであります。パタ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 ッとこう消えるわけなんですね。で、このようにこう消えるのは5行目の式の左辺が K 分の1マイナス K プラス1分の1。一言で言うと K 分の1を AK とこう表したとしますね。そうすると K プラス1分の1は A の K プラス1ってなりますね。AK っていう 数列と A の K プラス1という数列2つの数列の隣接する二項間の差になっているということなんですねやがて皆さんは解差数列というのを勉強することになりますで私たちはこの解差数列の和を求めるという議論を使うことによってたまたまあこの4行目の例のようなものについて和を求めることができるというわけです で、これはですね、偶然でありまして、このような偶然がいつも起こるわけではありません。で、このような偶然も、でも時々起こるということを経験するために、14行目以降の問いについて練習してください。部分分数分解という言葉が12行目に載っておりますが、部分分数分解をすれば、必ず和が求められるというわけではありません。そもそも部分分数分解することができないようなものもあります。 皆さんにぜひ和を求めることのできない簡単な数列の例を一つ言いましょう。それはシグマの k イコール1から n。シグマの中身が4行目よりもっと簡単な k 分の1ってやつ。k 分の1っていうのがシグマの中にあるだけなんです。その k 分の1の1から n までのは、要するに1分の1足す、2分の1足す、3分の1足す、4分の1足す、5分の1足す、6分の1足す、点々点々足す n 分の1。こんな簡単なもの。 4行目で学んだ例よりも簡単なもの。それでも和を求めることはできないわけです。同じように、えー、分母に K の事情で分子に1ある K 事情分の1のシグマの K イコール1から N。こういうのも求めることができません。K3 乗分の1のシグマ。これも求めることができないんです。求めることのできるようなものの方が多項式以外では例外的なんですね。で、えー、そこで次に、 私たちは求めることのできる多項式以外の例、こういうものがあるんだということを、次の丸6ページの例題で勉強したいと思います。上の方の例題。1、1たす2、1たす2たす4、点点点点1たす2たす4たす点点点、2の n-1 をつまり、一般項が初項から始まる、公比2の等比数列。 え、の、第、N 項までの和で与えられる。そういう数列なんですね。言い換えれば、4行目。この数列の第傾向は、初項1、公比2、項数 K の等比数列の和である。で、従って、その和は、2の形状 -1 こう1、項に表すことができる。6行目であります。従って、私たちの和、SN はどのように求められるかっていうと、7行目のように表されるわけですね。 2の形状マイナス1なんて数列の和を求める公式は私たちは知りません。で、しかし、私たちにとって嬉しいのは、シグマに関する線形性と呼ばれる性質。丸1ページの7行目、8行目で述べた性質ですね。で、この性質のおかげで、私たちは、7、私たちの丸6ページの7行目の真ん中の辺、 このシグマを計算するのに、7行目の右側の辺のように、シグマの k イコール1から n の2の形状、マイナスシグマの1の k イコール1から n。こういう2つの数列の和の計算に希釈させることができる。で、最後のマイナス1というやつは、これはただ n なに決まってます。で、一方、2の形状の k イコール1から n。これについては私たちこの公式学んでないというふうに思ってしまいがちですが、 よく考えてみるとこれは初項が2公比が2の等比数列の第1項から第 n 項までの和であるということ意味を考えればそうだってことがわかりますね k が1の時は2 k が2の時は2の2乗で4 k が3の時は2の3乗で8で2481632こういうふうに言2の n 乗までいくわけですでしたがって 7行目の右辺の第1項は8行目の式にあるように、公比2マイナス1分の諸項にかける公比2の項数乗。項数乗だと言いました、いうことを前に強調しましたね。これ k イコール1から n ですから、項数乗。ですから、この n。項数は n ですね。2の n 乗。低い1、カッコを閉じる。こうなるわけです。で、それに、シグマの1の n。 これを引きまして、結局8行目のような答えになるということですね。次の問い。それは2を3にしただけでありますから、簡単だと思います。次の例題をやりましょう。SN がシグマ。シグマの中身が K×2 の K マイナス1乗。こういうふうに表されている。こういうふうに表されているものについて、和を求めることができるんだろうかと言いますと、 実は、これは本質的にはですね、この k がついているということはあんまり大事じゃない。2の k マイナス1を、この部分が大事だということなんですね。で、どういうことかっていうと、もし k がついてないとすると、2の k マイナス1を。で、2の k マイナス1を、まあ、形の上から見れば指数関数。えー、実際的には、いわゆる、等比数列ですね。で、それの和を求めるということですが、この、 12行目の例題では、大傾向が、k、k×2 の k マイナス1乗と与えられている。言い換えれば、大傾向が、等差数列の大傾向と、等比数列の大傾向の積という形になっているということですで。この問題、SN を求めるのに、SN を意味に従って、えー、ゆっくり書き直してやったもの、それが13行目の丸1式です。 K が1の場合は 1×2 の0乗で1。K が2の場合は 2×2 の1乗で 2×2。K が3の時は 3×2 の2乗。K が4の時は 4×2 の3乗。こういう風に続いてきて、最後に K が N のところ、N×2 の N-1 乗で終わるわけです。この丸一式の両辺に2をかける。等比数列の和を求めるときと同じ考え方を使うわけです。 で、両辺を2倍して、ここで重要なことは、等比数列の和を求めるときと全く同じ。丸1式の右辺に2をかけるときに、それぞれの項にを1個をずらして、えー、書くということです。丸1式の右辺の1を2倍したやつ、1×2。で、それを丸1式の 2×2 の下に書く。丸1式の 2×2、それを2倍したもの。 2×2 の2乗となりますが、それを丸1式の 3×2 の2乗の下に書く。でこういう風にして、一つの項だけずらして書いてやるわけです。で、そして最後の項は n×2 の n 乗と、丸2はできるわけですね。そして1-2、辺辺引き算すると左辺は -sn。右辺の方は丸1の最初の1。うん、それから丸1から丸2を引くと、第2項は 2×2。2 から1かける2を引きますから、結局2。第3項は3かける2の2乗から2かける2の2乗を引いて、ただの2の2乗。ときて、トン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 ときて、一番最後、2の n プラ、マイナス1乗っていうのが来きます。そして、それに加えて最後に、丸2式の最後に出てきた n 倍の2の n 乗。これを引き算して、17行目。この結果が得られるわけですね。 この17行目の右辺の第1項というか、まあ、正確に言うと1、1プラス2プラス2の次乗プラス2の3乗プラス、点点点2の n-1 乗。これは諸項が1、項比が2の等比数列において、n 個の項を加え合わせたものでありますね。1から始まって2の n-1 乗。項が、項数が n 個であるわけです。したがって、その和は、 公比2マイナス1分の公比2の公数上、つまり n 上、マイナス1となるわけですね。初項が1ですから、カッコの前に1かけるっていうのがまあ、省いていると。そういうふうに理解してください。そして、マイナス n 倍の2の n 上。で、マイナス sn が18行目のように分かったんですから、sn も分かる。というわけです。 で、この問題、12行目をさらに発展させまして、シグマの中身、これを K と書いてありますけど、K の事情、かける2の K マイナス1を、と変えたとします。その和を SN の代わりに TN とでもしてやりましょう。で、TN を求めるにはどうしたらいいかっていうと、先ほど SN を求めるときと同じ考え方、公比2をですね、えー、2倍して、公比2ですから2倍して、2倍の TN。 これを一個をずらして引いてやる。こういう考え方をするわけですね。で、そういうふうにしますと、一個ずらして引いた結果、まさに出てくる、この17行目のような関係が、で、出てくるものが、私たちが今、この例題の出会った12行目のような輪になるわけです。ですから、手間はまた一つステップ増えることになりますが、そういうふうにして、 えー、この12行目のような問題別に K の一意識でなくても二次式になっても三次式になっても出すことができるということが、まあ、理論的には言えるわけなんですねでしかしもちろん実際的にこれを計算するのはめんどくさいことではあります数学的に言いますと多項式に関しては一般に今の技法を使いますとこの公費倍して引き算をする で、そういうふうにすると、実数が一つ落ちるという話があるわけですが、この辺の感覚は、もう少し皆さんの勉強が進んでいった時の方がよくわかると思います。でそういう意味で、この例題は、もう一度、いつか戻ってきて、勉強してほしい問題。 ということができるかと思います。21行目、問いがありますが、まさに今言った注意。12行目でやったのと同じ考え方。それをそのまま使えばいいわけですね。1番においては2倍した式を引き算する。2番においては3倍した式を引き算する。でそういうふうにして1個をずらして引く。これが重要なポイントです。